けど僕誕生日なんで、今日最後まであのステージにいますんでね。皆さん嫌かもしれないけど。いや、やっぱ来年はもう家にいよう。家でやろうか、うちでね。みんなうちに来たらいいよ、ほんと。ピザとか焼くし。みんな。じゃあ、あ、ビール来た。おあ、あ、ありがとうございます。すぐ飲む。ありがとうございます。今日、あれある？あの、サプライズとか、プレゼントとか。聞くの？生一つください。はい、自分の自分ね、やる。じゃ次、はい、次はあれだよね。はい、あれです。あれってどれ？マジックポーション、うん、そう。じゃあ次はスカンチの曲で。スカンチはね、自分たちだいぶ共通点あるよね。テンテレやったりとか、ね、あ、そうですよ、先輩ですよ。そのテンテレの曲やろうと思ったけど、そのテンテレの曲はなんか結構マイナーな感じだしね、そんな有名じゃないし、もっと有名なやつ。僕は魔法の薬で女の子を吸い寄せる。キャンバスが道を必ずボロボロしたなくても誰だよ誰だね、あの子にだけ誰なのさ。ガルガンドの神様と呼ばれていた僕はどこにいたの。 Oh baby、ジェットシティの CD を万引きするつもりで間違えて爆竹をこう万引きしちゃったっていう。同じバーの列にあるから。そう、ね、爆竹もやろうかなと思ったけど、本当にでもね、家にあったんですよね、その万引きした CD が。あったけど、まあやんないけどね。まあじゃあそれだけ覚えておいてください。初めて万引きしたのは爆竹だった。初めてだから、ね、最後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 、昨日って昨日の唐揚げ弁当だいぶ大きいのいた。エコバッグもちょっと
テクニックが上がってきて。そのま、爆竹はこれだけになってますけど、これ言えないすごい、もうすごい じゃあ、次は、なんだっけ、ダンスフロアのやつか、ダンスフロアのでおなじみのなんて曲だったっけ、今夜はブギー、今夜はブギーバック本当に超好きなんだ、ね、そうそう近くないよ好きなよ、タイトル忘れるけど好きなんだよ、ね、どこだっけ、ダンスフロアにじゃあ、聞いてみますね、ダンスフロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー、不気味な奇跡だ、I'm gonna get you out of my head, baby.